この後もですね、ベッドは走り続けまして、語り手はですね、えーまあ、主人公はです、ね、母に会います。はい。まあ、母って言えるかどうか、本当の母かどうか分かんないですけど、まあ、要はちょっと頭のおかしい感じの、えー、老婆に会うんですね。で、主人公の僕にですね、サンズの川はあんた渡ってきたんでしょう。だからあんたは死んでるよと言ってくるんです。 で、えー、その主人公ですね。自分の子供だと言い始めるんです。その老婆がね。で、この親不孝者目がっ叫ぶんですよ。言った後に、今の気持ちええわ。もう一回、もう一回言っていい一回ちょっとさっきのくだりやっていいなんか親不孝なこと言って。またうわーって言われたら、この親不孝者めがいやー気持ちいい <laughs> 完全に頭のおかしい、えー、おばあさんなんですね。行ってみたかったんだよ。生きている時に。 わかるような気がする。親離れより子離れが大事よね。カンガルーなんかだったら、親孝行も親不幸もないらしいけど。まあなんか、辻褄合わせみたいにちょいちょいカンガルーの話は確かに入れてきますけども、あまり最初のカンガルーの音はあまり関係ないですし、タイトルのカンガルーノートもそんなにこの、うん、あの、小説に関係ないかなというふうには思います。はい。えー、でですね、母はですね、トンボメガネの採血を怖がってるんですね。 え、トンボメガネはですねド、ドラキュラの娘という名前を付けられて恐れられています。はい。で、ベッドでね、道路をワーッと進んでいるとですね、まあ、キラー君という人物に出会うんですで。キラー君はですね、安楽死とは全く苦痛を伴わない最高の自殺だというんですね。えー、そしてですね、自己死の研究をしているんですね。翻訳してしまえば、現代の死を最も象徴的に表しているのが自己死でしょう。自己死は明白な自殺であると同時に、明白な他殺でもあるんです。 加害者と被害者は仲のいい兄弟さ。えー、夢かうつうつかで、えー、別の病院にたどり着きます。餃子の匂い、バセのしぶき、意味はよくわからないけれども、えー、鼻をひねり上げられます。舌、えー、打ち、えー、往復ビンタ、猿靴は。夢の中にいるんですけれども、いくつか現実でやられていることなんです。なぜならば実際鼻血が出ている。どういう状況だと。風が気になるんです。風を感じるわけではなく、風の音が聞こえるわけです。 ベッドを囲むカーテン。よくありますよね。あの病院行くとベッドをこう囲んであるカーテン。こうシャッと書き分けてですね。こう男が入ってきます。クーラーなんかであるもんか。風だよ。あんたの言う通りさ。入院してかれこれ半月になるけど、こんな遠吠えみたいなもの初めてだね。どこかで子供が歌っているような気がしませんか子供お助けお助けお助けよ。お願いだからお助けよ。気味が悪いな。気のせいだろう。 殴ったのはね、鼻血が出ているでしょ殴ったのはどうやらこの男なんですよ。えー、理由はいびきがうるさいからなんです。で、子男はね、自分のすねをパッと見せます。で、どうだいこのすねけど。俺の祖先は多分縄文人なんだよ。万葉集にも出てくる、化人ってやつだ。山和族なんかよりもずっと古くから日本に住み着いてるんだぜ。で、主人公はですね、えー、病院のですね、老人を見てですね、安楽死について考えます。 もしこのすねのかいわれ大根がひどくなったら安楽死がいいとまで思います。はい。で、僕には耐えられない。病人も辛いだろうし、看護婦さんもかわいそうだ。治療というのは人間性を取り戻すことじゃないのか。というわけですね。で、えー、主人公はですね、キラー君に電話します。安楽死クラブ設立準備会についての質問なんだけど、キラー君は老人を殺す薬品をですね、5分以内に届けてくれると言いました。どんな薬か。 水飴みたいなものらしいよと。原料は鶏リカブトの根だと。この鶏リカブトというのもこの頃流行ってました。はい。トリカブトもカイれ大根もですね、この頃の流行だったと思います。はい。誰がやるんだと。縄文人が言います。要はね、えー、老人を殺そうと。安楽死してあげよう。苦しんでいるじゃないか、あんなに。誰がやるんだいと。当然網だくじだよってことですよ。で、えー、何人かその病室のメンバーで集まってね、 じゃあ編みだくじやろうかって言ってるんですけど、俺は降りるよって一人が言うんですね。ギブスをしてる人は。それを合図にみんなが、俺も降りるよって言うわけです。どんどん降りていくわけです。おいおいおいと。で、学生さんと呼ばれる人がいるんですけど、結局この学生さんが、えー、実行します。ま、薬を、毒を持って殺すわけですね。そして老人は声も上げずに大王女となります。その後ですね、えー、廊下で学生さんと会います、えー。逃げるなら僕も一緒にと言われるわけですね、えー。そうなんです。もう主人公は病院から抜け出そうとしてるわけです。 学生さんと一緒に。で、二人で病院を抜け出そうとします。どこか会社に勤めていたんですか首になってなきゃ今だって会社員さ。どんな仕事をしていたんです文房具の会社で新製品の開発をやっていたはずなんだ。どんなカンガルーノート。面白そうですね。なぜそんな風に理由もなく調子を慌てるのって気に入らないな。嫌いなんですかカンガルーが。カンガルーは個体の識別には苦労させられるらしい。 個性に欠けるんだ。君に似てるかもな。でも僕はもう平凡じゃなくなった。だって殺人犯なんだから。人間って何のために生きてるんだろう。生きているから生きているのさ。別に目的なんかなくたって。そんなはずないよ。何か意味があるはずだよ。意味なんかなくても生命保険だけはせっせと積み立てる。死にたくないから生きているだけのことさ。えー、駐車場に着くとですね、廃車の間を縫ってですね、ベッドがあいいよってきます。はい。 学生にですね、悩みがある時は深夜のドライブに限ると言ってですね、駐車場にあった鍵が付けっぱなしの車に乗せてあげます。で学生が青いワゴン車にバーッとね、乗り込むと入れ違いにベッドが道路からバーッと這い出してきたわけです。ベッドが迎えに来たわけですね、えー。で、枕に顔を寄せると僕の匂いがした。力なく断続するセルモーターの回転音を背に、ベッドは風に逆らって走り出す。風の浮力を利用して重量の軽減を図っている感じだ。 風はうねり、波打ち、タオルケットで顔をくるまないと息ができない。でも間違いなく目的地に接近中であることが感じられた。今まで会った女性に不調を振っておくことにするんですね。ブッシュ人公は。トンボメガネは A。今しがた意識に登った少女を B。C はサイの河原の子鬼たちの一人の女の子。廃液に着くと B がいます、その B、ね。B がいる。間に合ったわね、と言われます。何に サーカスが来るんだ。一さらいも一緒だってさ。で、待合室で待っているとですね、音がしてサーカスを乗せた電車がですね、ベッドに衝突していく。します。ガッとね。で、ベッドのパイプが無残にですねねじれくれてですね、スクラップ化してしまいます。はい。で、引き裂かれた魔法の絨毯ついに物語の循環の停止だ。まあ、要はベッドが壊れたからもう物語が終わりだってうわけですね。で、その着いた電車のですね、6つの電動ドアがバーっと一気に開いたんですけど、誰も降りてこない。 B は何か見えるように振る舞うが自信はなさそうにしています。私も以前は正式な座員だったの。サーカスのね。私の歌聞きたいと歌を歌い出します。で、まあ、この歌長いんでちょっとあれなんですけど、まあ、あの、軽く言うとですね、えーまあ昔人さらいは子供たちを探したが、すべての迷路に番号が振られ、子供の隠し場所がなくなったので、今人さらいは引退し、子供たちが人さらいを探して歩く、今子供たちが、 人さらいを探しているあ。こういうのがバッと続くんですけれども。えー、で、数人のですね、小さな人影がで、大型冷蔵庫でも入りそうな段ボール箱を運んでいるわけです。で、小さな人は支えてます、えー。お助け、お助け、お助けよって言いながら、ちょっとね、大きめの冷蔵庫を入れるような段ボールをバーッと運んでいるわけです。で、B もですね、高二と共にですね、僕を窓から引き下ろそうとして、 で、箱はただの段ボールではなかったんですね。高、え、価、ー、プラスチック並みの粘りと硬さ。そしてラストです。正面に覗き穴があった。郵便受けほどの切り穴。覗いてみた。僕の後ろ姿が見えた。その僕も覗き穴から向こうを覗いている。ひどく怯えているようだ。僕も負けずに怯えていた。怖かった。はい。えー、というわけで、考えるのとは終わりです。何の話だかわからないという方 えー、僕が今説明した通りのお話です。<laughs> あんまりそのストーリーどうこうことかあんま気にしないでくださ、はい、えー。その場その場でやっぱり、えー、ある文章の面白さとか、禁言があったりもしますのでそこでハッとさせられたりもしますし、思わず笑ってしまう箇所がたくさんあります。はいえー、で、最後にですね、そのさっきのラストの文の後に、えー、新聞基地からの抜粋というのが載ってるんですけど、まあそれはさすがにあのー、ご自身でぜひ読んでいただきたいというふうに思います。はい。で え、安倍さんの最後の長編なんですけど、まあ、病院でね、えー、書いていたりもしたそうなので、えー、まあ、自身自身にですね、こう迫り来る恐怖、安倍さん自身にね、えー、恐怖と、まあ、懺悔というのもあったと思います。はい。で、人間の愚かさ、安倍工房さん自身特有のですね、えー、シュールな世界っていうものに、えー、そういったようなもの、死の恐怖とか、えー、懺悔の気持ちであるとかね、 そういったようなものそれから人間の愚かさというようなものをですね、う,うまく落とし込んでいる名作となっております。はい。カンガルーが何の象徴であるかっていうのはですね、僕はあんま関係ないと思うんですけど、まあ、ドナルド・キーンさんもよくわからないと。だけども、まあ、不条理をわかろうとすること自体はナンセンスなんだということは言ってますけれども、まあ、個性がないというね、ことをしきりにカンガルーについて言っているので、まあ、個性の塊のような、安倍工房さんがですね、最後にカンガル、 に見出したその個性のなさっていうのがうん、何でしょうね。分断からもん、この社会からも、死んでいなくなったら終わりだよというような、えー、メッセージというか、たどり着いた場所なのかもわからないなというふうには思いました。はい。というわけで今日ご紹介したのはですね、安倍工房のカンガルーノートでございました。どうもありがとうございました。